OK. Hey. は家族あと知り合いの方とこれからアポ島の近くの海の上でボート船を貸し切って遊んでこようと思ってます。ちょうど台風が来てどうですかね3日4日ぐらい経ったんだと思います。まあもうちょっとね台風来る前に借りちゃってたんでもうそのまま欠航しますがおかげさまで天気は良くてあとこの辺りは復旧も徐々に進んでいるので行ってこようと思います。あとそういう寄付みたいなねそういうのも各自募ってお渡しできればとそんな予定でもいます。ちなみに車はレンタカートヨタの車だったと思います。これだなイノーバよくわかりませんが7人乗り大きめのバンタイプこれ確か1500ペソか1800ペソまあ3、4000円ぐらいで1日借りました。前回は港から出発したんですけど今回はホテルから出ます。ホテルの方で人数が多いんで船を1台チャーターして出発するというような感じです。なんだ大きいなジェネレーターですかねついてますんでもしかするとまだこの辺りは電気が来てないのかもしれないです。 Is everybody already? What? Oh, over there. Thank you. Thank you. なんか私以外の人はもう先に行かれたようです。あ、こういうちょっとコテージというか住むところもあるんですね。ああこういう感じだ。一泊どうですか5、6000円ぐらいかもしれない。ああこういうプールもあったりして完全なリゾートホテルです。詳しくはまたおいおい紹介できればと思います。プール結構あこういうあれですねコテージ庭があってそしてこういうプールがあるとあいいですね。こういう謎の滝みたいなのもあります。誰かのマンゴージュースでしょうか。今日はこの海の向こうにあるアポ島の近くまで行って島には上陸しませんがそれでも周りでですねカメ見たり魚見たりサンゴ見たりそんな予定です。ご飯もそのボートの上で食べるということで楽しみです。天気は薄曇りなのでまあ日には焼けないちょうどいい過ごしやすい感じですね。ただまあこういうね YouTube で皆さんにお届けするには少しどんよりとした感じに見えるのかもしれないです。こういうバーみたいなお酒があったりそして本なんかもありますね。多分英語の本しかないでしょうけど、まあ、英語ですね。英語が得意な方はどうぞ。イタリア語なんていうのかな。私はちょっとよくわかんないですね。ビリヤードなんかもあります。あ、ビリヤードじゃない、すいません。ダーツなんかもあります。なんかこういう生物がこの海にはいるみたいです。結構ちっちゃな生物っていうんですかね
魚とかそういったものがこの海では有名みたいです。いっぱいいますね。で裏道を通って、あ、目の前にちょうどアポ島が見えてます。この間ここ上陸しました。今日は行きません。ただ海がね結構あれですね。あ、大きい船だ、大きい船ですごいな。波が今日は風が強いんか。相変わらずワイルドな方法で乗船してます。なんか木の手すりをつけてますね。ワイルドです。じゃあ乗ります。よし、じゃあ行きます。お、冷たい冷たい、おおおお、よしテイキングだビデオおおおお、すごいな、この橋。オーケーオーケーオーケー、おお、ちょ、怖い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 。Thank you。モーニング。お、乗船。無事乗りました。あ、お、揺れる。ここはね、なんて言うんだ。ちょっと待ってください。この名前書いてますね。タラタ。タラッタリゾートっていうんですか、わかりませんが、そういうリゾートです。なんかご飯食べてる方とかいらっしゃいます。 OK、 こういう、ここ降りて海に入るんだと思います。トイレもありますね。おお、そして台所もある。これはすごいな。It is kitchen? Yeah. Kitchen. おお。すごい。これはなんだ？エンジン、エンジン。はい、エンジン。おお。これエンジン。ですね、なんかよく分かりませんが立派な気がします。ではいよいよ海の方に行ってきます。どうやらスキューバーダイビングをする人をここで一緒に合流するようです。多分あの人たちがこっちに来るんかなと思いますが、タンクが重そうですね。なんかこれはアローラっていう別のホテルの新しい宿泊なんですかね、そういう建物のようです。なんか日本のアパートみたいですね、近代的。どっちかっていうとこっちのこういう葉っぱの屋根とかのイメージですけど、非常になんとかハウスのアパートとかそんな感じの建物です。何か狙ってます。
相変わらず綺麗な海です。到着です。この前はこの辺りの海の家的なところで休憩しましたが、今日は上陸はしません。なんか上陸するとプラス500数百ペソ、まあ、1000円前後のお金が必要だとか、まあ、そんなようなことをここの係員の方はおっしゃってました。なので今回は行かないそうです。で、台風の被害、今日台風こちらに来てから 4,5 日目ぐらいだと思いますが、屋根がなんかちょっと傷んでるような感じも見えますが、まあ、もしかしたら昔からあんな感じだったのかもしれないです。結構人はいらっしゃいますしね。皆さんシュノーケルやったりされているようです。パッと見ここのこの辺なんか建物が崩れてたりするような気がします。このちょうど船の奥ぐらいですね。この辺り、今回は我々もこのアポ島の方々向けに、まあ多少ですが何か救援物資的なものということで各自持ってきていますので、最後どっかのタイミングでお渡しできればと思っています。ではでは、よし、到着ですね。結構船は他にも来てます。お、なんかヤシの実があります。なんだろう、後で食べるんでしょうか。天気は相変わらず、まあ風が強いですけど、結構それでも気温的には28度ぐらいのような気がします。薄曇りです。で、海は、まあ、先ほども少し見ていただきましたが、相変わらずこういうちょっと何て言うんですか、エメラルドグリーンっていうんですかね、そういった感じの非常に綺麗な海です。今日はあの水中カメラ持ってきてないんで中の映像はお見せできないんですけど、勢いに任せて最近 GoPro をですね購入しました。まだこちらに届いてないんですけど、届いたら GoPro 持ってですねこの水中の映像をお届けできればと思います。Okay, this is a 300. And is this okay? I shoot a video? Yeah. なんかお土産屋さんですね。Okay, thank you. Okay. Is that Osmo? Yeah, Osmo. $300, 600円ちょっとです。Yeah, I'm the. お土産屋さんが乗船してます。今300ペソでちょうど T シャツを買いました。300ペソだから660円。普段は買いませんが、いろいろ。どこ？おお、なんかジュース作ってくれてます。斬新ワイルドですね。Thank you.
Buko juice? Yes. All right. ヤシのジュースです。じゃあいただきます。ヤシの実ジュース。うん。なんだろう。これは絞りたてっていうか、なんていうか。うん。美味しいですね。おばちゃんが帰っていきます。バイバイ。すごいですね。こうやってお土産を売りに来るんですね。わお。That's pretty neat. Oh, I like it nice. Today, 持ち寄りで皆さん持ってきてくれてます。あ、すごいな。おお。すごい。スイカもある。ビールもある。デザートもある。素晴らしい。なんかヤシの実が入ってます、まあ、いわゆるココナッツですね。ちょっと食べてみましょう。せっかくなんで。よし、これがココナッツ。いただきます。うん、なんだろう、ところてんみたい、ところてんゼリーみたいな食感ですね。おいしい。これはヤシの木です。ヤシの実の中だからこれは食べられないです。この白いのがココナッツですね。食事タイムが終わったとこです。これはね、あのチーズとハムとあと豚肉ですね、を巻いたもの、揚げたもの、美味しいです。ちょっとやっぱりね、フィリピンのやつなんで味が濃い。でこれはクリームパンかなんかですね。これも食パン。これね、北海道ブレッドっていう日本のパンを意識した、ちょっとあの現地のパンとは違う感じです。でこれは甘い、チョコレートケーキ的なもの。これはね、卵のサンドイッチ、非常に美味しいです。これはミートブレッドですかね。なんだ、肉まんのあの具みたいなのがパンの中に入ってる感じです。これはまあお約束のバナナで、これはなんだ、みかんですね。ちっちゃいみかん、確かね、種なしみかん。そこそこ美味しかったと思います。でやっぱり安定のご飯とスイカ、あとフライドチキンですね。で、マンゴーと、これあのさっきのあのココナッツジュースの中にあったココナッツですね。これをいただいてみます。買った。ああ、ゴリゴリいってます。さっきのとは違うな。うん、なんか聞こえますかね、この音。ちょっと待ってください。
音がします。おー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 、風がね強いです。この辺り、oh, excuse me. こういう救援物資のお米があったり、その他にもいろいろ物やあと現金とかね、そういったものを後でお渡しする予定です。無事到着しました。あ、ボタン間違えた。あ、最後の方は船酔いして大変でした。今人間の方は全員降りて荷物を運んでくれています。ここは船乗るときは、向かうときですね、朝のうちはこんなに水が深くありませんでしたけど、今はもう腰まで入るそんな状況です。だから降りる時もこうやって我々も海の中をザバザバっと入りながら降りてきてます。今日は風が強くて結構波も見ていただいている通り高いんで、もしですねこういうボートを借りてアポ島に行く際はもう初めから濡れてもいい格好をして来ることをお勧めします。ちなみに寄付の方はアポ島はそれほど大きな被害がないということなので、別の地域のもっと困っている方々にお渡しすることになりました。なんか盛り上がってますね。なんかパーティーやってます。じゃあ今日はこれで失礼したいと思います。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。